先日のモデル3のインプレッション動画が予想外に再生数が伸びたので、11月の第2弾までの間にもう少しテスラ関連のニュースをお送りしていきたいと思います。相変わらず動画の編集が下手くそですけれども、その辺は多めに見てやってください。1週間ほど前に J レノズガレージのロードスター特集に日本語字幕をつけてアップロードしたのですが、当然ながら著作権違反で閲覧不能になりました。今日はその動画の中で紹介しきれなかったロードスターのスペックについてお話をしたいと思います。まずはこの部分ですよね。トルクが1万ニュートンメートルっていうのはこのボディのサイズに収まるようなものではないです。本来1万ニュートンメートルっていうと鉱山とかで働いているあの超大型のダンプとかのあのサイズですよね。あれがトルクで1万2000とかそのぐらい出てるので、絶対にありえないと思った人も多いのではないかと思います。じゃあどういうからくりなのかと言いますと、テスラの公式サイトの表記をご覧ください。ここではホイールトルクという書き方をされています。で、ホイールトルクとは何ぞやという話になるんですが、一般的にエンジンのトルクとか馬力っていうのはフライホイールの位置でどれだけ出てるかというのを測るんですけれども、たまにあの馬力とかの計測するときは車種台とかに乗せて後輪で何馬力出てるとか、そういう測り方をする人もいます。馬力を計測する場合は、特にガソリン車の場合はこのようにエンジンから出た出力がクラッチを介してトランスミッションを通ってプロペラシャフトを伝わってデフを通って最後にドライブシャフトを通じてタイヤを回すと、こういろいろごちゃごちゃとロスがあるので、結局この車はタイヤのところで何馬力出てるんだということを明らかにしたい人たちがよく用いる計測方法です。ただトルクの場合は話が全く異なってきて、例えば大小2つの歯車があったとします。青い小さな歯車が高速で回転すれば、大きなグレーの歯車は速度自体はゆっくりになっても力強く回ることはわかりますよね。今イーロン・マスクが言っているのはこのグレーの歯車でいくつトルクが出ているかという話です。このことを念頭に次のクリップを見てください。これはテスラの駆動系の断面図です。モーターで発生したトルクが2つのファイナルギアを経て最終的に後輪に伝わりますが、トルクが何倍にも増えていることがわかりますね。逆に言えば何倍になっているのかさえ分かれば、1万ニュートンメートルをその数字で割れば元のモーターのトルクが見えてくるということになります。モデル S の最高速度は250キロ、モーターの最大回転数が 18,000rpm と分かっているので、 18,000 割る最終減速比の 9.73 でタイヤは1850回転で回っていることが分かります。ロードスターは最高速度が400キロに設定されています。仮にモデル S とタイヤの外径が同じだとしたら、 1850×400÷250 でタイヤは2960回転で回っていることになります。すなわちモデル S と同じ最終減速比 9.73 を使うとモーターが約3万回転近く回ることになり、これではパンクしてしまいます。逆に1万8000回転で収まるような最終減速比がいくらか考えると 6.08 でちょうどいいことになります。ということで、1万ニュートンメートル割る 6.08 で1645、つまりロードスターのモーター自体のトルクは約1650ニュートンメートル前後じゃないかと推測します。1650ニュートンメートルといったらこの辺の車とか、まあこの辺の車も近いといえば近いので、まあ1万に比べると全然あり得る数字ですよね。ここでリマックコンセプト2が出てきたので、ついでにゼロ100タイムについても少しお話をしたいと思います。イーロン・マスクがロードスターの発表会で060タイムを 1.9 秒と発表してから、各社みんなこの 1.9 という数字をベンチマークに競争が始まりました。しかしこの 1.9 秒というのは一般的なタイヤの性能を使い切ってしまっているので、これ以上のタイムアップを目指そうと思えばスリックタイヤにするなどしか方法がありません。これを見越していたのか、イーロン・マスクは発表会でこれはあくまでベースモデルの性能だと述べており、スペース X パッケージを用意していることを明らかにしました。スペース X パッケージでは小型のスラスタが車の周囲10箇所に張り巡らされていて、圧縮空気を噴出することでタイヤのグリップを超えた挙動を可能にします。作動原理としてはロードスターの後部座席に超高圧タンクを搭載して電動ポンプで空気を圧縮して必要に応じて外に向けて噴射するというものです。この超高圧タンクはトヨタの水素自動車ミライに搭載されているものと構造は似ていますが、内部をライナーレス構造にするなどロケットカンパニーらしい高い技術力が詰め込まれていることが期待されます。
車にスラスターがついていると加速や減速、コーナリングが速くなるだけでなく、限界域でしくじった時のリカバリーや万が一の時の緊急回避など様々な場面で役に立ちます。ちなみにロードスターの掲げるスペックをガソリン車で実現しようとするとこのような車になります。手前の GTR は1700馬力出ているようですが、ここにたどり着くまで何百万何千万かかったのかわからないですし、おそらく街乗りもできないし車検も非対応でしょうし、その上こういった大会に1回出場するだけで多分エンジンはフルオーバーホールをしなくちゃいけないし、荷物は積めない、人も乗らない、ガソリン臭いし音もうるさい。でここまでしてやった結果が060タイム 2.09 の049秒862です。でもテスラは直線番長でサーキットに来たら使い物にならないんだろうという意見もあると思いますが、ニュルブルクリンクでもパイクスピークでも EV がすでに記録を樹立していますし、モデル3のパフォーマンスバージョンにはトラックモードと呼ばれるサーキット専用のモードもあって、いろいろなレビューを見ている限りバッテリーの性能が熱だれで多少は落ちるものの、モデル S や X ほどひどくなく連続してハードにサーキットを攻めることができるみたいです。これに先ほど説明したスペース X パッケージが搭載されると、もうどんなスーパーカーでも太刀打ちできないんじゃないでしょうか。これからは急速充電の時間もますます短縮されて、バッテリーの価格も安くなり、早ければオリンピックの後ぐらいにガソリン車を買うメリットが全くと言っていいほどなくなるでしょう。そうなるとガソリン車の下取り価格は一気に落ち、 EV の中古市場は根崩れせずに高止まりするのではないかと私は予想します。そんな自動車業界の転換点を象徴するのがこの新型ロードスターです。発売は2020年とのことですが、今からすでに待ち遠しくて仕方がありません。最後に告知ですが、モデル S や X の購入を検討されている方は9月9日までに注文すると未登録在庫車が大変お買い得となっています。またスーパーチャージャー永久無料の特典がついてくる紹介プログラムも9月16日で打ち切られるため、新車を注文される方もお急ぎください。私の紹介コード ts.la/atsushi6905 を営業マンにお伝えいただければ、その車両はスーパーチャージャーでの充電料金がどれだけ使ってもずっと無料になります。ということで今回はこのあたりで締めくくらせていただきたいと思います。次回は前回のモデル3インプレッション動画で紹介しきれなかったタッチスクリーンの詳細についてお話ししたいと思います。モデル S や X も今度のバージョン9のソフトウェアで同じようなインターフェースになるというふうに聞いているので、すでにオーナーの方もどうぞご期待ください。